皆さんこんにちはこの前はあの縄文土器を中心にですねこの縄文時代と言われる時代が逆に言うと文化の時代そしてある意味で国があったということをまあ予想できるでそれがどういうふうに言われたかというと日高見国ではないかというですねこれはもうあのこの日本国史に既に書いているしですね それからまあ、まあ皆さんはまあご案内ではないかもしれませんが日本の起源に日高見国にあったというこういう本を書いてましてですねやはりあの、まあ、しその幸い島国島であるということは言っといと最初にですねいざなみイザナギがですね日本の国を作るということを言っているわけですね。でこのことはですねあの 結局日本のこ,う大安島このおまあ最初にあの淡路島とかですねこうまあ四国とか沖とかまあさあでそして本州最後に本州を作るというようなことを書いてあるわけでまあそのことはですね結局あのお初めから国を作る という概念まあ島を作るっていうことは同時にそれはその地域が我が民族の地域である国であるというそういう概念をすがっても木々つまり日本書紀や古事記の中で言ってるわけです。ですから日本は最初からですね国その国の領域を作るときにすでにもう一つのこう域として領域としてこう あの考え方があったということなんですねですからあのそういう神話と同時によく考えると日本の文化の同質性っていうのはまさに縄文遺跡の時代のこう全国展開というかですねにあるわけですそこも北海道もあるし沖縄もあるんですね。 ですから北海道や沖縄がなんかアイヌが独立する沖縄がその独立するなんてそういう話は全くこう日本人の話としてはおかしいんですね。それは後から来た人た人ちが、まあ、作り出すし,し,たしたわけですちょ。ちょっと言いますとねアイヌのこともですねあの実を言うとあの縄文の時代がまあ全 この縄文時代からいたということになるんですけどあれは日本人がとしていたんですね。でアイヌっていう概念はこれはあの言葉も違いますしですね大体まあ,あ,の、まあ、あお祭りの仕方も違う言葉もあのはっきりと日本は「縫合語」からまあ,あ 定語つまり日本と言葉の性格が違うんですねですからあの同じあのアイヌがですねあの要するに先,先住民族だっていうようなことをもう今もう法律さえもそうなるあるいは先住民族と書くべきだなんてとんでもない嘘なんです。 先住民族といいうこでであり得ないんですよ最初はやっぱり縄文人として日本人がいたわけでそしてですね言葉が違うわけですからあの他の縄文人とコミュニケーションできないはずなんですねもし愛の人だったらですね。だけどやはり彼らは後から来たほほほつく人なんです。というふうに見る以外ないんです何かと,と112 11世紀しか,からしかですねあの資料が出てこないんですね。 文化の形態も出てこないんですですから彼らは北海道でですねあの民族だって言ってあの先住民族だってコロボックルとか何とかっていうようなことで明治からですね先住民族なんてあの言ってますけどそれはもうほとんど今では嘘なんですね。で頬つく文化の一つとしておそらく12世紀から大陸から 北海道にやってきた人たち、これがやっぱりあのアイヌの、まあ人たちであろうと思うんです,ですから。言葉も違うし、文化も違う。熊を、熊が非常に大事ですね。日本はもともと太陽が重要なんです、ん山が大事ですね。だから、その辺も。まあ、今、縄文のことを話しているわけですが、先住民族と称してですね。そういう言い方をするっていうのは、おかしいわけです。 もともと縄文はちゃんと日本人が日本というかまあ一つの文化統一体としてあったからこそこういう土器土偶のたおいがみんな同じなんですね。でこういうものはアイヌの文化とは違うんですね。だからやっぱり聞いてる人はですねみんな固定観念持っていて北海道は別だろうと思っている人が多いんですけれども。 北海道からもうもうたくさんの土器ができているわけです。から、あの遺跡も出てくるわけですね。で、このこともですね、あの縄文のあの発生縄文土器の発生つまり縄文遺跡は、まあ何度も言うように北海道もあるし、まあ千島やそのまあ。あ 大陸にもあるあるいはその朝鮮半島にもある沖縄にもあるまあ沖縄もですねあるところまで行くと今度は台湾系になるんですがそこまではですねあの沖縄本島まではもう縄文土器の縄文、まあ、遺跡が出てくるわけですね。ですからそういうところに日本人がいたということは明らかで。 まあやっぱりそこからですねあの日本が形成されていたっていうことは分かるわけです。でやはりあのその時にもちろん日本っていうのは8世紀に言葉が、まあ、認められた日の本ねそれまでは「大和」あの和と書いていますけども大山と日高国っていうことが日本だったんですね。 でその日高三国が関東東北、まあ、甲信越から関東東北北海道にあったわけですで日高北海道も日高という名前が土地がまだ残っているわけですね。でそういうことでですねやはり日本がやはりあの日高三国という名前でおそらく統一していた。しかしかそういうい言葉があの 使われていたかどうか、ど、ま、う、あ、これはあの何度も言うように「日本書紀」の言葉でまあそういう言葉が出てくるわけですが、まあ、しかしあのこのことはですねあのまあ何度もここに書いてるんでまああのお読みになってくださるとありがたいんですがこの「 日本書紀の慶香天皇の27年の記事に「遠いの中日高み国ありと」とその国の男女並びに私、えー、血分身紙をこう分け入れ墨を入れるし人となり、えー、勇敢なりと,人,と人の隣は大変勇敢な人たちだと。でこれ全て蝦夷というというねこの蝦夷っていうのもあの面白いんであの 北海道は入ってないんですねこの場合はあのもう東北地方までのことを言うわけですがでこの時に「日高御国あり」というこ,のこれがですねこの頃の慶香天皇の頃はもうあの有志というかですねこう、まあ、ずっと後ですからまあその結局 日高三国っていうのはこう名前としてずっと残っているでもその頃はすでに大和国ですからあのほとんどその人々は全部関西にあるいは南下してあの、まあ、寒冷化すると同時にですね南下してそして特に天孫降臨あの、まあ、これは鹿島から鹿児島へというですねそういう。 天孫降臨の形態っていうのがあるということはまあここにも「あのまあ、天孫降臨は何であったかっていう本で書きましたけれども、まあ、<laughs> 全て私の言ってることはもう意外だおかしいという方がいるかもしれませんけれども一応こうあの非常に実証しているわけで、まあ、あの有名な先生たち、まあ、小堀先生やあの 木村先生、まあ、みんなあのとても感心してくださるんで私も自信を持ってるわけです。でその日高三国という中にですねもちろんですから中心がやっぱりあの関東の鹿島香取あるいは今のちょうど江戸のちょっと千葉によって 辺ですねあの辺がおそらく中心地であったとでそのとこに一番あの縄文遺跡が集中してるんですね。ですからおそらくそういうことがねあの言えるわけでですからそこに鹿島香取神宮があその周辺にあるわけですね。で特にそれがやっぱり太陽をを昇るところをこう 起点にしているととうことがわかるわけです。それであのまあこの前はその意味で土器のことをお話ししましたけど、まあ、土器のことを一つずつこうあのお話しするとですねこう、まあ、非常に、えー、時間がかかるというかまあそういうこの細かくなりすぎるかもしれませんけれども。 実を言うとね新潟にできるあのこの火炎土器と言われるものはですねこれも特にこれですけどもねあの新潟にできるんですね新潟っていうのは特に信濃川の流域でできる。でそれがですねたまたまそこに発掘した人があの方がですねこれを火炎みたいに見えるということで火炎土器とつけたわけですが。 まあ火炎必ずしも火炎というよりもその当時のですねこの信濃川のことを考えるとちょうどこの時期この時代はまあ洪水とかですねおそらくそういうこの水との関係っていうのは非常に強かったと私は考えるわけです。でまあこういう類のものをですねよくこう分析していくと。 この渦なんですね基本的にこの渦を巻いているまあ火は渦を巻くっていうまあそういうこともありえますけれどもやはりこれはですねこう水はもう滝になるとこう下に行くしですねこう水の流れで渦になるということが非常にこう彼らにとってはに日本人にとってはこう感性的に あるいは形造形的にですね。素晴らしいと思った。この伝統はですね。ずっとあの北斎まで続くんですね。北斎はやっぱり波の絵っていうのはねこう有名です。けれども、ああいうところまで続く、日本の波に対する素晴らしい。造形性、それがパッと消えてしまうところをパッと捉えるって言うですねで。そういうこう美的なこう。瞬間性を捉える。目 っていうののはもうずっと日本の伝統なんですねですからこういうのがもうすでにできている完成的に備わっているですから私はこれを火炎土器じゃなくてまあ水炎土器あるいはまあ結局こうまあ水を示している土器だということをまあ言っているわけです。 水をこう表現することにしているわけですねと考えているわけですでしかしですねこうなると水水というともう横ではないかとでそこがやはり日本人の芸術感覚なんですねつまり美を追求し始めるわけですですから単にですね まあ確かにこれはもう一番有名なこの国宝になっているこれこういうですねまああのまさにこれですねこれはもう本当に波のこう小さな波あるいは小さざ波も含めてそしてまたあのこうせり上がっていくそういうことをまあ表現するわけですけどもこれもですから ま,まさにですねあの水に対する細かな観察それがこう一つの書かれ作られるとそれが型になってですね結構たくさん作られるわけです。で似たようなものがたくさん作られるわけですねだから国宝は一つですけれどもおそらくそれと似たものが非常に作られてるっていうこともあの知らなくてはいけないわけです。 でやはりですねそういうあのまずまあその土器のことを、まあ、あのお話ししてそれがさっき言ったような芸術になったということをこ何度もあのこの前の講義でもお話ししましたけれどもまあこれの本当に展覧会をですね意っというと土器だけの美しさの示す展覧会をやるべきだということで私はまあ イタリアの友人が多いのでイタリア人に行ったらイタリア人はもう喜んじゃって是非やりたいって言うんですけど残念ながらですねイタリアではお金はなくてで日本が豊かだろうって言ったら日本は文化庁はですねもうか海外のことなんていうのはなんかこうその,日その年がなんかの外交の150周年とかそういう時しかやらないっていうようなことを言うもんですから。 せっかくイタリア人がですねやってほしいぜひ見たいっていうで大,大統領官邸のですね全覧会場まで準備してくれたのにもかかわらず全然その文化庁は動かない、えー、半分金出せってやるもんですからね。でもせっかくこういうこの縄文土器を見せたい見,見たいっていうのはもう世界の国がですね 同じだと思っているんですよ。文化庁っていうのはね。それは、イタリアっていうのはやっぱり一番文芸術の大国ですよで。芸術の中心国だ。まあ、必ずしも貧乏、あの、豊かだって言えないんですけれども、しかし。文化遺産は世界で一番多い。文化遺跡、つまり世界文化遺産は一番多い国なんです。で、そこにですね。この。日本の文化遺産を持っていくということは、他の国に持っていくことと違うんですよ。 私はまあ現代の感覚からねこういうことを言ってるんですけどもでそういうことによってこの過去が目覚める過去が生き返ってくるわけですね評価するあるわけですからそれをいかに評価するかということによって歴史がこう見えてくる歴史が変わってくるわけですね。でまさにこういうものを、ね、イタリアで見せることによってとやっと日本人が気付くわけですよ。 こんなにいいものがあったかって。本当に日本人というのはあの謙遜ですから、もう。あるものをちっともですね、評価しない。あるものは、まあ、つまらないものですけど、なんていうこと <laughs>。と同じだと思ってるわけですね。しかし、これだけいいものがあるということは。見せないということは、責任回避ですね。まあ、こういう問題は、まあ、この。 こう日本がいかにこれまであの評価されなかったあのサンピエンス誌見てると日本のことなんてほとんど書いてないあれはもう本当にあの片土ちですねでサンピエンス誌で書いてあるのは日本が西洋の真似もしていい国になったっていうことしか書いてないんですほとんどですからああいうことを書かせてしまうっていう サピエンス誌のねおかしな、まあ、書き方っていうのは改善させるためにはもっとこう日本が積極的に一くものを語らなくちゃいけないもっとその自分の持ってるものをですね押し出していかなくちゃいけないんですよ。とんでもない日本人の自分自在する誤解があるから日本がこれだけ評価されても日本人はあの 食事が前からだとかね、おもてなしが優しいからだとか、あの人間がですね、<laughs> 責任感が <laughs> 信頼を受けるからってそういうだけじゃないんですよ。日本の文化そのものが素晴らしいということがね、もっとわからないといけないんですね。で、今度はまあこれの話に移りますと土偶の話ですね。 でこの土偶の話っていうのは、まあ、あの私もこの唯一ですねあの、まあ、あの高原は関東にあったっていう最後の論文に、まあ、あのそのことを書いてあ,るあいや最初の論文だな最初の論文に書いたそれはどういうことかっていうと。 このの縄文のビーナスですねこれは非常に素晴らしいわけです。それからこれはもうまさに芸術の域に行ってると、まあ、見ることができる。それからこのハート型のヴィ、まあ、ーナスですね。でこういうものは一体何を表すかっていうことでまあこの前もちょっと言いましたけれども。 今まではこう精霊だとしか言わない、まあ、精霊だと言えば何でもわかるしかしこの形をご覧になってですね精霊だってこれ精霊じゃないじゃないですかこうちゃんと人が拝んでる姿ですからねで顔をご覧になってわかるこの顔が特殊な顔をしてるわけこれなんかご覧になってわかるようにまあよく遮光器時計遮光器道具と言われるわけです。まるであの エスキモの、まあの眼鏡だって、まあ、坪井先生っていう明治の先生がお笑いてそのまま今でも踏襲されてますけどこれもとんでもない間違いをやってるんですね。まあ間違いがあるからこそまた、あ、逆に言うとそれで精霊だっていうことのこうこう工程にもなるんでしょうけどもこれどご覧になって分かるように手が短い足もこう短い。 目も、これはもう明らかに眼科を見れば、あのただれてるんですよね。目がこう潰れてるんです。で、このね、研究はずっと、あの私は、その。高丸は関東にやったっていう <laughs>。まあ、あの、本の最初の章に書いてるんですけど。これはあの、南米系のですね、土偶とそっくりなんですよ。南米系の土偶はやはりですね、奇形なんです。すべてが奇形として書かれるんですね。作るんです。道具っていうのは。 それ何かとというとですね、この時代がですね、あの先ほど言ったように確かに自然に恵まれて素晴らしいあの平和な時代だと言いましたけれども近親相関をやるんですねで。この近親相関というのはある意味で自然なことでつまり今はまあ皆さんまあ兄弟親戚でですねこう結婚というのはまあなるべく避けるという一つの大きなまあ 前提として前提があって生きているわけですがこの頃は前にもお話したように家族が強いそしてこの土地というものがこう親戚関係でですねこうそしてそのなんとなくつながりがあるわけですね。必ずそ,のそこにまあつまり今で「禁止相関」「インセスト」っていうのがあるわけですね。 でだからそのインセストを悪いと気づくのが大和時代になってですね「あのこう日本書紀」に書かれるわけですけれども天皇がもうそれを避けるということがあって、まあ、始まるわけですがずっとそういうインセストつまり禁止相関があって二神と三神とねこうそういうまあ 婚姻がそういうところにあるだからイザナギナミが兄兄弟ででしょう兄と妹なんですねこれはもう必ずあの禁止相関として子供が出てきたのが、まあ、まさに最初は昼子だったということを書いてありますね「あの日本書紀」にも「古事記」にも。でそれは忌避すべきだっていうことで、まあ、流してしまうわけです。 しかし、それはちゃんと。まあ、それ自体も神様ではあるわけです。けれどもで神にまた聞いて、なぜこういう子が生まれるんだと。とまあ、そういうことを聞くわけですね。そうすると神はわからない。じゃあ、この逆回りしてですね。男が。あのまあ、結婚を。まあ,あの望む。それを。 逆に男は先ほどはですねいざ波の方がいい男だということで、えーまあ、結婚を申し込んだという形になっているわけですね。今度はイザナ波男の方つまり兄の方が言ったらこれはまた正常な子が生まれるだろうという、まあ、そういう、まあ、妙な、まあ、解決法を神様が言ったんでそれで。 結婚してまあ正常な子が生まれるということになるわけですね。まあいずれにしてもここの中に鍵があるわけですよ。こういう縄文の時代はほとんどこういうこの禁止相関をやる。特に日本は母系制になるんですからね。ですから他の男が来るっていう機会はあまりないとなると、地域性がある定住するとなると。 こういいうものはあの遊牧民族が比較的少ないんですねこう。そういう外の子が男が来,来ますからねあるいは戦争がありますからしかし日本はですねまあ、まあ、しかしヨーロッパなんか多いんですけどもそういうものをこうあまりあの、まあ、問題にしないのはおそらくあの。 逆に言うと病気の子を最初からあのしう。しかし日本はですねそういう子がたくさんあるわけです。でこれご覧になって分かるようにみんなこの神経いわゆるこう身体的にですねあの不,不完全なおかしなあの姿をしているわけです。で ここれ手手ががなないでですよね手がこんなものでそれから目がやっぱりこれはあの完全にあの潰れてるって言ってもいいそれからダウン脂病っていうのは皆さんご存知と思うんですけどそういうものもたくさんあるわけですね。でそういうこの病気の子どもたちをどうするかっていう問題が現実の発生とあってもこういうものを作る一つの大きなあの。 モ、まあ、ああモチチベーーションななってるモチーフになっててるるフ今こけしってあるでしょう <laughs> これはあの東北にですね結構こけしが取られるあれも頭だけなんですね胴体はもう手がないまああれはもう一つのこうみんな今はもう人形として見てますからねそういう不気味さを感じないんですけど大体こけしっていうのは子がこう消しちゃうっていうわけで殺しちゃうわけですよね。 でそういうところから生まれる像があれだっていうわけで死んだ子をああいう形で残すとそうすると手がない頭だけだ足もないつまりまあそれはあ,のある意味で極端に作ったんでしょうけどやっぱりそういう子をこう消してしまうんですね。ですから危険の子をこ消してしまうっていうことがこう消していう ということが言えるわけでまああの作っている方はねちょっとあのそうかなというかもしれませんけどでそういうものと似てるわけですね。ですからみんなこうね。でこういう手目がただれている手がない足がない欠けている、まあ、欠けていることを何か重視しますけどみんなやっぱり。 もう人間がやっぱりそういう欠陥がある子を作るということにできてしまうということに対する陳言化なんですねでこういうものを持つことによってその気持ちを残す気持ちをまあ沈めるっていうものがあるし、まあ、その子に似ている姿でできる限り似ている姿でしかし同時に そういうういいいものを避けたいという気持ち両方があるだろうとま,まあいずれにしてもですねこういうたくさんの子の子供が多いということはそれだけ禁止相関が多かったということですね。でそれを常にこう小さな像として残していく。でそれによってですね初めてやはりその子たちが記憶として残る指導時にまあ こういう姿に対する一つの沈黙歌になるだろうと思うねでその中でやはりこういうですね美しい像が時々出てくるわけで、まあ、全部が全部とは言いませんもうだからこういうものはある意味ではグロテスクなんですねだからそういう面もあるということは認識しなくちゃいけないんでこれを「縄文のヴィーナス」って言ってあの、まあ、喜んでますけど確かにこの土偶の中では一番 美しいつまりリアリスティックにそういう子どもを描くことをやれる人はまあ非常に職人としていい職人がいただろうと思うんですしかし一つ一つですねもうそういうそいができると そういういこの菌疾走感出てきた異業の人を同じ型で作ってしまうということによって結構似たようなものがたくさんできるということだろうと思うでそれをこうみんながですねこう形式化していくということによってこうまあ非常に形としては面白いものもできるというまあですからこういうものを見てるとですねやっぱりこの当時の人々の 家族思いというかやっぱり自分たちの子孫自分たちの子供たちがやはりこれをこう,こういう人たちがいたんだということのまあ何度も言いますけど陳言家だろうううというふうに思うわけです、ね、まあそういう文化があるということ自体も私は非常に高い民度の高い文化だと思うんですね。 でそういうものがですね結局関東や東北に多いっていうことねでこれはやっぱりこのところにピ飛カミ国という国があったまあ少なくとも国というものがあったというふうにまあ考えることができるつまり全部がやっぱりそういうことによって土偶や土器を作ることによって共通の ま,あまさにサピエンスが詩が言っているその共通認識によってその土地がこういう習慣こういう造形をするっていうことをこう全部が納得する全部が理解するっていうことであるわけです。ですからそれも一つのね再始国家結局そういう,こう子どもをこう作ってく。 でそ,れがそういう子が出てくるとやはりそういう形にして、まあ、礼拝とでも言,言いませんけれどもやっぱりそれを思い出しそしてそこに、まあ、魂を鎮めるです、ね、シンボルとしての,の像を置くというそういうあるいはそれを置く までもなく近く近にねこう私はですねこのここに「芸術国家」っていう言葉をちょっと使ってみたんですね。でまあこれをあの繰り返すということになるんですけど日本がですねそういうこの単なる文化国家を超えた美を追求するっていうところまでいってること自体に。 もう一つ上のですね何て言うか他の国にないあ,の、まあ、ある種の美的追求っていうねあるいは観念の霊的なものを追求するそういう非常にこ感性の豊かあるいは感性の研ぎ澄まされた、ね、ものがあるというふうに見てるわけです。ですからあの私はまあ日本の仏像なんかもですねこれはちょっと。 西洋にない感性だなということで、まあ、日本の,あの仏像五十銭も書いたしですねああいう、まあ、こういうのも大体仏像が、まあのこう歴史をもう奈良や平安鎌倉特に鎌奈良鎌倉で、ね、論じているわけで私の本もそういう本もあるんですけども、ね。あの 天平時代の,の文化と芸術鎌倉時代の文化と芸術という本が出てますけど別にあの、まあ、関心のある方は読んでいただきたいんですけどそういうものが日本の中核にあるんですね。これは皆さんあのこういう文化芸術というのは何か余計なものだ別なものだというのは近代的観念が強すぎるんですね。で経済、経済 経済とあの政治だけが中心だ、そう思い込んでるんですけど、とんでもないですよこれはね。経済とし政治というのは正常に行われて普通なんです。な破綻が起きるっていうことがね、それはないんですよ普通は。だ戦争の歴史だってサピエンスに書いてありますけれども、そういうのは考えてください。今ここ70年戦争はないですよ。だいたいだいたい自分の一つの国がですね。 前前つまり前10年ごとに戦争なんてやったらもう疲弊しちゃってですね人々は生活できないですよだからやっぱり日本人間の歴史というのは生活日常生活が中心であるつまり戦争じゃないんですよ政治じゃないんです政治はそれを行わせるためにあるものですから政治家が偉いなんていうんじゃなくて政治家がそういう日常生活を 人々が平和に行わせるっていうこと、それが有用な政治であって経済も同じなんね。だから間違えてるんです今ね、逆のことを言ってるもんですから、こう闘争の歴史になっちゃうんです。だからそういうことがね、やっぱり文化の歴史を読むことによって初めてですね、あの素晴らしいものを作ってるんだなということがまあこれだけ量が多く、これだけバラエティがあってですね、作られてると。 ああこの人たちは本当に平和ななんだなっていうこことは分かるねこういうものを戦争でやられた人は一人もいないんですからそれからまともな人はほとんど作ってないまともなこう健康な人は誰も作ってないということもいかにですねこういうまあ普通の考えると異常な人々を大事にしたということなんですね。 だから場合によってはですね35歳の奇形の人の骨が出てくるっていうんですねそこまで35歳までちゃんとそういう奇形の人でも生きていけたっていうこともあるんですね文縄文の骨から出てくるものは。まあそれと同時にですねこういう動物も出てくる,出てくるわけで、ね、今年はイノシシの年ですけどイノシシが出てくるわけでね。 で、こういうものもですね。結局周りに必ずしもそれもまともな姿では必ずしもないので、おそらくこう。イノシシもそういう。あの病気で死んだものかもしれませんね。まあ、いずれにしてもこういうものを作ることは？神言化、つまり魂を鎮めるために作るっていうことが多いんじゃないかと。考えられるわけです。 でまあそのことでですね私はあのこういう文化のことばっかしを言いましたけれどもこの道具っていうものを作っているそれからその石器、まあ、つまりそれを作るためのいろんな道具ですねそれからそういうものの発達っていうものがあ,のあるからね でこの石器群でも大型の魔製の石斧ですね石の槍、まあ、これはあの動物を捕るためでしょうけれどもそれからあの霧とかです、ね、石器こう断面が三角形のこう霧みたいなものあるし半月形の石器とかこう遊形の戦闘機とかあの こう先の尖ったですね器そういう,こう結構もうたくさんのこう道具がですねこの時期にたくさん残ってるんですね。でこういう,こうどんどんこう道具が発達していくっていうこともこの時代のもう縄文土器が始まった早々期から1万6,500年以降もう その時期からこういうい工夫がある工夫というものをねしながらさまざまな石器土器ができていくということですねそれからそういうものがこう遺跡の中に作られてこう見出されていくというでそれからさっきも言いましたようにあのまあ今でもこう季節変わる天候が変わっていくと同時に同じようにこの時期も 気候がどんどんん変化していくもちろん一般的にはもう温暖化して今よりも温暖な状況がもうあの東北関東にあったということが考えられますけれどもやはりそれにこう対応していくということもあるわけですね。で狩猟植物採取植物栽培する。 でこの時期がですねいかにこうまあご存じのように一番重要な時期は三内丸山でもご存じのようにですね。栗を食べていたのねですからあのお米を食べるっていうのはまあ後になってくるわけですがまあ大体お米を食べるっていうことがもうなんか食生活の中心になるように皆さん考えている方多いんですけどそんなことはないんですね。大体栗で。 人々はちゃんと生きられるし、栗の方が栄養が栄養価が高いわけです。それからやはり濃厚っていうものが日本人のですね、こう中心的なですね、まあなりわいとしてあのもちろん考えられているわけですが、だからこそ人間日本人はなんか常に穏やかであなんていうか受動的だ ある種のの遊牧民族のです、ね、攻撃的な、まあ、個人主義というかです、ね、そういうものがないんだというんですけどそんんなな問題じゃないんですよだから農業がなくても遊牧つまりあの狩猟採取漁労といったもので十分に成り立つ時にですね遊牧的なものつまり にこう個人が孤立して戦わざるをえないというようなことは必要ないから農耕が日本人を作ったんではなくて日本人の環境自然環境がそういう戦う必要がないこう自然環境の中で作られたんで、まあ、農耕っていうものはあんまり重視しすぎるんですね。で このホモサピエンス氏もですね、農耕によって人々は悪くなったみたいなことも書いてるんですね。で、まあいずれにしてもね、世界の世界史は必ず農耕が文化を作ったってやるわけですよ。で、これはおかしいんです。あの農耕っていうものによってなんかねで飛んだ農民が階級を作って人々を支配すると、で農耕生活によって。 あのそれに縛られてですねかえって人間があのあの、まあ、貧困になるあるいは飢餓に陥るとかですね一定の農耕生活であるとそれが取れないとみんな飢餓になってしまうとかっていうことでこの「ホンブサピエンス」ではハラリという人が言ってるんですけどそんなことじゃないんですよね。やっぱりあの 農耕もやると同時に日本はですね大体いいですですからそういうこの山も川も海も平野も一緒に生活することによって人々は安定しするんですよね。その穏やかさなんですよね日本人があるのは農耕が作ったんじゃないんです。 でもう常にこうマルク主義のあれっていうのは必ず農耕によって階級ができるっていう図式があるんですけどこれも間違いなんですよね。でそういう間違いを犯して日本をあの考えるっていうのが今までのこう日本史だったわけでしかしそうじゃなくてやはり日本は今でもそうですけども多くの人がですねあの山つまり里山里っていうのはやはり 皆さんご存じように平和の周りでこう海のごめんなさい山の下に家を作るんですね。でそこのこうもちろん畑あるいはまあ稲稲あの、ね、田を作るわけで田んぼを作るわけでしかしすにこう裏の山から採集をしてくるんですよ。の山から動物を 狩猟してくるまあ今だってイ,ヌイノシシやですねシカが出るわけですがそれを狩猟していくわけですね。ですからそういう狩りもやるわけですよ今だってあの昔だってまあ今はもう <laughs> 商店で何でも買えるという時代になったから必ずしもそうではないんですがしかしやっぱりそういうこう感覚はちゃんと残ってるんですね。ですからまあそのこう やはり日本の歴史っていうのはやっぱりそういう自然の恵みっていうものが多くあってそれによってそれをいかにですねまあ道具によってその利用していくかそれをまあ人間のためにですねこのうまく使っていくかというあるいはそれをまあ食料にしていくかということがずっとこの時期にあったわけです。 ですから私は何度も言うように縄文時代っていうのはですねあまり縄文っていう言葉がこれはモースっていう,もうあの、まあ、東大に来たお抱え教師が言った言葉なんですけどそれを使う必要はないと思うんですよ縄文時代なんて言ったってですね、まあ、先ほど私はほの時代があの西洋が石器時代で縄文時代って日本が特殊だって言いましたけれども。 私はやっっぱり国があったと思うんで,す、ね、ですからまあ,ある意味では日高三国時代と言ってもいいあるいは日本というまあ列島時代と言ってもいい、まあ、そういうこの一つの区切り一つの大きな組織体あるいはまあ緩やかなであってもですね共同体というものが現実していたあったというふうに思われるわけです。ですからまあ日本があっったと言ってもいい 「というねまあ、大和」っていうのも後から作られた言葉でしてもやはりその人々がみんな体感していた感じていたのはみんな日本人だというそういう共同体がもうこの時代からあったんじゃないかというふうに思えるわけですね。